おはようございます。バイリンガル YouTuber の高野文夫です。今日は5月23日土曜日、高野文夫のマイビデオダイアリーをお届けいたします。毎日英語と日本語バイリンガルで発信しています。1700を超え365日で割りますとですね、4年を超えました。4年間毎日英語と日本語でビデオダイアリーを発信している人は世の中には探してもですね、私ぐらいしかいないです。苦しいかというとですね、楽しいです。今日はそのあたりのちょっとお話になりますが、なんでやってるのかというとですね、これはですね、なんかの金稼ぎにつなげようなんて全然思ってませんし、つながりません。何なのかというとですね、まあ楽しいからやってるということです。楽しいから自分のビデオダイアリーをですね、日記帳に書くのを YouTube で英語と日本語で、まあ、国内ないしは、まあ、台湾とか韓国の方が一部聞いてくださってますので発信してますけれども、何なんだ、楽しいからです。苦しいからでは、ね、つながらないと思いますね。はい、今日はですね、こういうお話をしたいと思います。音楽は音の楽しむって書きますけども、音楽は音を学ぶじゃなくてですね、まあ初めのうちは学びの域なんですけれども、あるところからですね、音を楽しむ領域に入っていくと思います。音楽とはミュージック、音を楽しむものであると。私はですね、コミュニケーションのトレーナー、特にプレゼンのトレーナーとして生活してますけれども、初めのうちはですね、もう20年になりますけれども、トレーナーをスタートしてですね、コミュニケーションとかプレゼンを学ぶ領域でしたから、ちょっと辛さがありましたね。ところがですね、今は音楽、先ほど申しましたように音を楽しむ、今はですねプレゼンテーションを楽しむ、コミュニケーションを取ることによって楽しい人生を作る、プレジャー、楽しみのためにやってます。これからのですね、まあ予後というか、まあ長くて20年ですけれども、その間ですね、人生を楽しむためにプレゼンテーション、人生を楽しむためにコミュニケーション、プレゼンテーションとかコミュニケーションをプレジャー、エンターテインメントにして、まあそこそこの収入をいただこうというふうに切り替えていこうと思ってます。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。